黒子のバスケスペシャル CD フィーチャリング今吉祥一。大丈夫や。そっちこそ怪我なかったか。はい、すいませんした。あっちゃ、あ、結構行ってもうとる。あれ、今吉さん、メガネどうかしたんですか。ぶち当たった時、メガネ落としてもうたんや。ほれ、フレームちょっと曲がっちまってるじゃないですか。ツルもグラグラや。ネジ緩んだよな。そういうのってすぐ治るんですか。この程度やったら店でやってもらったら大丈夫やと思うんやけど。行った方がいいっすよ、メガネ屋。ちゃんと直さねえと。そうですよ、明日も日曜練ありますし。確かに今日中に行っとかんと間に合わんねんけどな。今から酔ってとなると時間がな。あ、あ、そうや、お前らに言ってもうたらええんや。うん、そうしよう。え、今吉さんのメガネ俺たちが直しに。なんでやねんな。わしな、午後から海上高校に行くことになっとったん。今度練習試合組もうと思ってて、その日程調整や。そんな俺らが行って大丈夫なんすか。そうですよ、そんな大事な役目。逆逆、一軍から誰か行かな失礼っちもんや。スサさんがいるじゃないっすか。あいつはこれから練習閉めて掃除やら鍵返したりやら仕切ってもらわな。だったら桃井さんに。サボった青峰探しに行ったきり一個も帰ってけへんやんけ。あーけどほら、会場の監督ってあのだるまみたいな人っすよね。あー、あの厳しそうな感じの。俺らみたいなのがいて相手してくれんすかね。ああ、それやったら心配ないわ。相談する相手は笠松や。あ、キャプテンの。場所は会場でっちゅうはもう決めてあるから、あとはお互いの予定をすり合わせるだけや。あ、けど、な、この通り今頼れんのはお前らだけや。はい、俺行きます。僕も。ほんまか、ありがとう。すまんな。体育館は閉めてまうから公園のストバスコートで待ってるわ。終わったらそこで結果聞かせてくれ。わかりました。ん、ほな頼んだで。はい。とは言っても妙なことになっちまったな。気まずい。すいません。なんで謝んだよ。すいません。で、なんだよ。何がですか。話しかけたろ。なんだっけ。はっきりしねえな。すいません。ドロップ食べます。今吉さんが学校出るときくれたんですけど、食べないですよね。くれ。食べてくれるんですか。大げさなんだよ、いちいち。一つくれ。はい。発火だ、すいません。なんで謝んだよ。ドロップでいきなり発火出るのって嫌ですよね。は？僕、発火味ってすごく苦手で。ほら、別に構わねえよ。これでいい。ありがとうございます。また発火。食えねえんだろ、よこせ。すいません。あれ、また発火。よこせ。すいません、すいません。発火、また発火。なんで。いいよ、全部よこせ。
すいません。あ、イチゴ。神奈川の空気はうめえな。スースーする。それあのハッカー。あ、はい。うん、わしや。駅着いたか。はい、今は着きました。そうかそうか。こっちはまだメガネ屋向かってるとこや。そうっすか。アメちゃん食べて仲良いやってるか。まあなんとか。そういうのあった方が何かと会話も弾む思てな。あ、はあ。どや、神奈川の空気はうまいやろ。え？あの迷子にならんようにな。会場までの道は桜井に聞いたらええから。あはあ。ほな、よろしくな。今吉さんですか？道、わかるか？道、あ、はい、わかります。あれ、お前らがなんでいいんだ？今吉は？あ、チェイス！2年の若松っす。今吉さん急用で来られなくなっちまって。そうなのか。キャプテンの笠松だ、よろしくな。で、お前は？桜井の一連党です。落ち着けよ。大変すいません。自分みたいなのが来ちゃってすいません。息してすいません。息して？ほんとすいません、冬眠します。いいから落ち着けって。ほら座れよ。すいません。んじゃ早速練習試合の話だけど、場所はうちのコートでってことになってる。はい、聞いてます。そうか。じゃあ日程の希望は？はい、聞いて。今吉から聞いてねえのか？この日で提案しろとかって。それは聞いてないっす。なら都合のいい悪いは？土曜とか日曜とか午前午後のどっちとか。聞いてないっす。参加人数の予定は？聞いてないっす。待て、お前ら何しに来たんだ？え、日程を。これ会場の皆さんで食べてください。はあ、マドレーヌです。おう、あ、そうか、悪いな、サンキュー。青峰さんに作ってこいって言われて学校に持ってきたんですけど、青峰さん練習来なくて余っちゃったんで、それをそのまま。余計なこと言わなくていいんだよ、桜井。すいません。これお前が作ったのか、すげえな。じゃあまあうちからの希望だけど、まず体育館の都合で日曜だとありがたい。あ、はい、多分それで大丈夫だと思います。そうか。で、時間は午後で。はい、それで。そしたらあとは日にちだけど、そっちもダメな日とかあんだろ？そうっすね。で、いつならいい？そう、若松さん、若松さん。あ、僕予定わかります。マジか。はい。バスケ部の予定全部手帳に書いてあるんで。かわいいの使ってんな、水色のクマさん柄。続けていいか？あ、はい。次の月頭の日曜はどうだ？次の、あ、そこは。ああ、月一のミーティングの日っす。んじゃダメか。その翌週はうちがダメで、その次は？その日はすんません、別の練習試合が決まってます。しゃあねえな。じゃあ月末だ。そこはなんだよ、さっきからテンパになって。すいません。日曜で大丈夫っつったのに全然空いてねえじゃん。それは。いえ、月末は部の予定は大丈夫なんですけど、発売日で。は？発売日？堀北舞ちゃんの撮り下ろし写真集が出る日だから、青峰さんが多分来ないんじゃないかと。はあ、ふざけんな。んなことで練習試合出てこねえだと。すいません、すいません。なんでお前が謝んだよ。すいません。もううるせえよ。すいません。ったく、何なんだよその理由は。
けど青峰が絶対来ないってんならうなずけねえな。こっちには規制もいるんだぜ。どの日にしたって青峰が来るかどうかなんかわかんねえっすよ。今日もサボったとか言ってたよな。そんなに練習来ねえのかあいつ。いたりいなかったり休んだり来なかったり。ほぼいねえじゃん。全体練は出ねえし気まぐれに来たと思ったら気分で帰りやがるし。奇跡の世代ってみんなあんなすか。奇跡はバカだが練習には出るぞ。青峰はバカで練習にも出ないんす。大変だな。今吉さんもあの野郎にもっとガツンと言ってやりゃいいのに。奇跡だろうがなんだろうが舐められちゃ終わりじゃないすか。笠松さんもそう思わないすか。若松さん、うん、それはまあちょっと違うな。え、俺が言うことじゃねえかもしんねえけど今吉が率いる東欧は強い。それが全てじゃねえか。それが全て。うちで言いやさ、キセはとんでもなく強えけど他の奴らだってそれぞれキセにねえものを持ってる。東欧もそれは同じだろ。それはそのつもりっす。お前らはただでさえ個性派の集まりだ。中でも青峰は好き勝手してんだろうけど今吉はそれでもやってけるって踏んでんだ。お前らを信頼して。え、そうなんでしょうか。多分な。今吉がマジで青峰を持て余してるんなら東欧が今ほど強くなれたはずがねえ。バスケはそんなに甘くねえかんな。はい。なんてな、つい熱くなっちまった。悪い。笠松さん。あ、試合はその発売日で青峰は縛り上げてでも連れてきます。あ、そうか、頼むぜ。それでこれから会場の練習見学させてもらえないっすか。え、いいけど今日はもう自主練の時間に入ってっから規制は仕事でいねえぜ。それでもいいっす。体育館の下見をしておきたいですし。それもそうだな。じゃあまあ見てけ。ありがとうございます。練習試合よろしくお願いします。見学させていただいてありがとうございました。ああ、気ぃつけて帰れよ。ん、今吉。もしもし。終わった。お前んとこの二人うちの練習見て今帰った。そうか、今日は意見で悪かったな。わし休養できてらしいな。日程ちゃんと決まった。なんとかな。つうかあいつら二人セットじゃねえと役に立たなかったぞ。ああ、若松はブーの予定なんか気にしてへんし勢いだけ。桜井は気は使えるけどテンパって話にならん。よく分かってんじゃねえか。そら毎日練習見とるしな。なんか初めてお使いに来た兄弟みてえだった。若松が兄貴で桜井が妹か。妹。うん、まあそうかも。っていうか電話してこれんだったら最初からこれで済んだじゃねえか。そんな失礼なことできひんやん。お前絶対面白がってるだけだろ。ま、とにかく話はついた。練習試合楽しみにしてるぜ。こちらこそや。ほなな。さ、メガネも直ったしあいつらの守備を聞きに行くか。あ、すんません。あいつ階段の上で。マニオだ。大丈夫か。ありがとうございます。今吉さん、青林のヒューガやないか。おい、怪我とかないか。大丈夫そうです。手は。なんともないです。まったく何をしとるんや。
あ、すいません、ちょっと考え事を。考え事言うんはこれか。あ、塔の対策ノート、返せ。おっと、どんな大事なもんか知らんけど、こないしょうもないことで大怪我しとったら世話ないで。試合に勝つとか以前に選手が一番気ぃつけなあかんことやないか。すんません、助けてもらったのに俺つい。俺ま、何事もノーでよかったわ。ほなな。なんかお詫びさせてください。気にせんで。いや、けど。って、いや、お、そしたらちょっと付き合ってくれるか。ストバスコート、待ち合わせしてんねんけど、来よるまでまだかかりそうや。それまでワンオンワンお手合わせ願おうかな。わかりました。ほな、行くで。おう。妙なことになったな。この人なんか企んでんのか。どうした、やるからには真剣やて。さあ続けていこう。手加減はなしやで。なこと言ったって手の内さらすみてえなこと。大丈夫や、手の内かすめようなんて思てへんって。え、それに試合でなかなかやり合う機会ないやん、わしら。さあ来い。確かにポジション的にあんまマッチアップしねえけど。あー、くそ、抜けねえ。さすがや、動きのレベルが前と全然違うわ。くそ、どうにかディフェンスの隙間から。ジャンプシュートが叩かれた。いただきや。振り向きざまのあの姿勢からスリー。まだ硬いで、ヒューガ君。いろいろ警戒しすぎたちゃう？それとも何か、ストバスくらい負けてもええとか思てへんやろな。なわけねえだろ、好き放題言いやがってこの野郎。面白え、止められるもんなら止めてみやがれ。そう、コントな。おっしゃ。見事や、けどまだまだ。こっちも遠慮せんで。やついてんじゃねえぞこら。抜かせっかよ。一瞬で目の前に。やっぱおもろいわ自分。フェイントはサイドからだと。よし、ちくしょう。なんつーバスケするんだこの人、やっぱ強え。くそ、ええー、な、精輪を束ねるだけある骨太のバスケや。もう終わりか、もっと楽しましてくれや。足りねえだ、これで終われっか。会場の練習見学させてもらえてよかったですね。おう、さすが伝統あるバスケ部って感じで、すごい活気がありました。
あと設備も整ってましたね。ちゃんと報告しないと。キャプテンか。え？あ、いや、あんなキャプテンもいるんだなって思ったよ。そうですね、笠松さん、人にも自分にも厳しいっていうか、すごく体育会系で、今吉さんとはタイプが違いますよね。まあ、今吉さんの場合は何をどこまで考えてんのか俺らには全然わかんねえからな。もし笠松さんがうちのキャプテンだったらどうなりますかね。ああ、そりゃお前、ほら練習だ。青峰はどうした。すいません。つま気にして連れてこい。飛び蹴り食らわしてやる。任せてくださいっす。お、結構いいんじゃね。でもまた逃げられたのかよ。すいません。次姿現しやがったら殺す。やっちゃダメです。青峰さんが練習に来る未来が見えない。いいんじゃね。ダメですってば。だったら今吉さんが笠松さんみたいにビシッというタイプだったら。そりゃお前、青峰はどこじゃ。いません。どこまでも練習なめよってからに、あのガングロ、今度こそ思い知らせたる。何するんですか。ますますいいじゃねえか。でもどっせい。若松、お前もいちいちどっせいってそれ言わんと死ぬんか、悪い。すいません。じゃっかして桜井、なんでもコロコロ謝んな。謝りキノコとか言われて実は可愛いとか思っとるやろ、調子のんな。すいません。あ、これきつい。きついですね。こう考えっとさ、本当は今吉さんにも怒鳴りたくなることくらいあんじゃねえかな。え？俺いつも自分ばっか熱くなっちまうから全然考えたことなかったけど。僕もです。すぐにいっぱいいっぱいになってしまって。俺もお前も頭ごなしにガツンとやられたら多分身動き取れなくなるよな。今吉さんってそういうの分かって話してんじゃねえか。僕たちの性格を把握してあえて強く言わないってことですか。ああ、マイナスなこと言わないのもそうだし、今回の日程調整のお使いにしたって特にこうしてこいって指示はなかっただろう。そういうとこもさ、ひょっとして笠松さんが言ってたことと同じじゃないですか。僕たちを信じて任せてくれた。それが今吉さんのやり方ってってわけか。まあ実際それで青峰はたまにでも練習出てるわけだし。何より僕、今の東欧のバスケが好きです。若松さんだって。要するにうちはうちか、やっぱ。そうですね。あれ、向こうから来るの聖林のヒューガさんですよ。あんた遠のどせえ。若松、謝りキノコ。桜井です。今吉さんの待ち合わせってお前らか。そうだけど、今ストバスコートにいんぜ。んじゃな。あ、言っとくけど次本番でやるときは絶対負けねえかんな。いきなりうんだよ。こっちだって。僕だって負けません。岩吉さん。おお、お疲れ。決めてきたっす、日程。写真集の発売日に。まあそこやろうと思ってたわ。当日青峰の捕獲は任すぞ。よし、
どんなことしてでも連れてきます。メガネは治りました？おう、おかげさんでな。これで明日も心置きの練習できるわ。ご苦労さん。お礼に茶でもおごったろか。それならここでワンオンワンしたいです。あ、なんか今こう無性にバスケがしたいんです。そうか、わしちょうど今体温まっとるから手加減せえへんで。はい。